この動画は税金お悩み相談部が群馬県に住む方の税金に対する質問に答えていく動画です。部長、こんな手紙が届いてます。車を持っていないのに税金の通知が届いた。詳しくは華蔵寺公園で話をしたい。早速詳しい話を聞きに行ってみよう。手紙をくれたのはあなたですか？この車は4月に車屋に売ったから、僕はもう持っていない。なんで僕が税金を払わなければならないんだ。日本の税金は変だよ。わかりました。それについて説明しましょう。日本の自動車税は4月1日が基準になっています。自動車税は毎年4月1日に車を持っている人、または使用している人に1年間分の税金がかかります。車を下取りや譲渡するときは、3月31日までに所有者を変更する手続きを行わなければいけません。今回の質問のケースは、4月1日時点ではあなたが所有者でした。自動車を持っていないのに自動車税がかかることがあります。登録変更の手続きは確実に行ってください。でも自動車税の支払い方法はいろいろあるのですよ。コンビニはもちろん、スマートフォンアプリやクレジットカードでも支払いができます。自宅でも簡単に納税ができます。納得してくれたみたいですね。そうだね。これにて解決。